スタリオンは三菱自動車工業が1982年から1990年まで生産していたフロントエンジンリアドライブ方式のサンドアクーペである軽自動車を除く動車が最後に開発した後輪駆動車である1982年5月14日発売キャッチコピーはヘラクレスの愛はアリオンが今星になって帰ってきた角バッタボディデザインは アメリカ市場を意識したものであるが、ランサーセレステを開発したニムラ・マサタカの著書によると、セレステの後継者として計画されていた、セレステ2のプロトデザインが、スタリオンのデザインに直接的な影響を与えたとされている。セレステ2のプロトデザインはノッチバックであり、後に自動車雑誌のインタビューに登場した、当時の三菱の技術者たちもギャランラムだ。 エテルナラムダと同じノッチバックデザインのスタリオンを登場させたい意向があったと語っているが、実際に市場に投入されたのはハッチバックのみであった。当初は G63 バイト型直列4気筒サイチェシーにバルブ、サイレントシャフト付き 2000C セチターボ、同キャブレター式自然吸気エンジンの2本立てでスタートしたラムダ同様、ギャランシグマ、エテルナシグマのプラットフォームを流用しているため、 フロントに立て置きされたエンジンで後輪を駆動する FR 車である。販売開始当初は、シグマの後輪車軸をそのまま使用した車軸喧嘩の車体と、後輪にマクファーソンストラットを使用した独立喧嘩の車体が並存したが、間もなく独立喧嘩の車体のみに統一された。北米市場での競合車種は、ポルシェ924ターボが想定され、発売当初、自動車専門誌に、 サーキットでの924ターボとの比較テストの模様を掲載する広報活動も行われた。ステアリングは当時としては保守的な機構であったボールナット方式のパワーステアリングが採用され、欧米の自動車メディアはターボエンジンの高出力とボールナットながらもクイックなギアレシオのステアリングを評価した反面、ボールナット特有のステアリングフィールの鈍さを辛辣に評価する向きも目立った。 あとに、日本車の市販車で、初の空冷式、インタークーラーターボを装備するモデル、可変バルブ機構式3バルブエンジン、インタークーラーターボの G63 バイトシリウスダッシュ、3-2エンジンを積んだ 2000GSRV、3ナンバーサイズとなる、ブリスターフェンダーを採用した 2000GSRVR、そのボディに、ギャランラムダ、エテルナラムダや初代デボネアに搭載されていた、 サイレントシャフト付き 2600cc の G54 バイト型に、インタークーラーターボを装着した2バルブエンジンを積む 2600GSR-VR が加わった。コルディアに引き続き、発売当初のカタログやポスターには、長岡修正によるイラストレーションが多用され、長岡によるバートをあしらった、スタリオンマークがデザインされた。アメリカ市場を意識していたため、 中回転域を重視したトルク重視のエンジンセッティングとなっているのが特徴で 2600cc エンジンの最高出力は 175PS であったが最大トルクは 32.0kgm を発揮していたクライスラーにも OEM 供給されダッチとプリムスからコンクエストの名称で販売されていた北米には百八十三年から百八十九年まで 輸出された。当初は、ナローボディに G54 バイトターボエンジンを搭載した LS, ES, S, LE が販売され、1986年からは、国内の1988年式 GSR-VR に相当する G54 バイトターボエンジン、ワイドボディの SR が追加された。国内仕様とは、シートベルトの仕様が異なり電動式の オートシートベルトとなっているほか、テールランプも、ウィンカーと連動する赤一式のものが装備されている。最上級グレードのエシアールには特別仕様として、国内仕様ではオプションであった8段可変ショックに、加え、ホイールも国内仕様と、同デザインながらも前後1サイズずつ拡幅されたものを標準装備したエシアールスポーツハンドリングパッケージが存在した。同時期に、 クライスラーに供給された車体は1984年から1986年までは、ダッジ、プリムスコンクエスト、1987年以降は、クライスラーコンクエストとして販売。グレードは、ワイドボディのツイと、ナローボディインタークーラーなしの連価グレードテヒニカが存在した。ヨーロッパ仕様は主に 2000cc の G63 バイトエンジンで展開され、ボディスタイルは、ナローボディであった。 標準モデルのスタリオンターボの他に GSR-X に似たラグジュアリーバージョンの EX、インタークーラー搭載のハイエンドモデルの EX2 というグレードが存在したが、いずれも国内仕様の TC05 から 12A タービンよりも大型化された TC06 から 11A を装備していることが特徴である。ヨーロッパ仕様は QEC 券のヘッドライト常時点灯規則に対応するため、 国内仕様では 35W であった。フォグランプが 65W のドライビングランプに変更されているほか、テールランプにはディアフォグランプも内蔵されていた。イギリスでは1987年から G54 バイト TC05 から 12A のワイドボディ車が販売された。当初のモデルは、ユうなまガソリン、触媒なしとして販売されていたが、 最終的には改正されたイギリスの国内法制に従い、無塩ガソリン化と三元触媒装備となり、155PS という出力に落ち着いている。オーストラリアでヨーロッパ仕様に準じたナローボディミディハンドル車が販売された。エンジンは 2000cc の G63 バイトで、組み合わされるターボチャージャーは1982年から1985年までは TC06 から 11A。 1985年から1987年までは TC05 から 12A という構成であった。スピードメーターは北米、ヨーロッパ使用ともに国内使用の時速 180km メーターに変わり、一般輸出使用時速 260km メーター、ヨーロッパ使用時速 240km メーター、1988年製、英国使用 160mph メーター、 米国、英国使用150マイルパーアーメーター、1982年製、米国使用85マイルパーアーメーターが採用されている。スタリオンは特にアメリカにおいて人気があり、スタリアンとコンクエストを掛け合わせた造語である、ストックウエストという別名が付いているほか、現在でも2.6リットル車向けの豊富なアフターパーツが販売され続けている。 1980年代末から1990年代中盤まで豪州ツーリングカー選手権で活躍したエテーラー、ケイケネディー組のナローボディスタリオン1980年代のモータースポーツでは三菱を代表するレーシングベース車両として国際格式のいくつものカテゴリーに参戦していた。特にサーキットにおけるグループ A とグループ N カテゴリーでの活躍が顕著である。 シモンズ・ドラムズにスポンサードされたスタリオンを借るアンディ・マクレナンは多くのレースで勝利を収めたアメリカではスタリオンは耐久レースでの活躍で知名度を得た 2600ccg54 バイトターボエンジンはロータスエンジンのチューニングで著名であったデーブ・ビガーの手によりチューンされデーブ・ウォーリンの率いるチーム三菱のスタリオンは1984年から1987年までの ロンゲストデイオブネルソン e ッチス n 24時間耐久レースを制した。また、チーム、三菱のスタリオンはその4年間 EN、スポーツカークラブオブアメリカの米国選手権で多くの勝利を収めている。なお、当時のアメリカのモータースポーツシーンはクライスラー、アウディ、日産及びマツダのワークスチームが参戦していたが、王ンのチームは、三菱のフルワークス体制ではなく、 あくまでもセミワークス体制で勝利を収めていたことが特に高く評価されている。現代のモータースポーツではすでに現役を退いて久しいがアメリカでは多くのサーキット走行イベントでプライベーターの手によるスタリオンが走り続けているという。日本においては全日本ツーリングカー選手権にて中谷明彦、高橋国光組のドライビングによる活躍が広く知られている。 特に1985年のインターテックにおいて、中谷のドライブするスタリオンが、ボルボ240ターボ勢に、国産税で唯一互角以上の戦いを見せたエピソードや、翌1986年の富士インターテックにおいてもその年の欧州選手権を制した、ジャガー XJS を一時逆転し、名門、トム・ウォーキン賞ーレーシングを慌てさせた。 エピソードなどは現在でも当時の JTC を振り返る、際の語り草となっている。1985年のロンゲストデ t オブネルソン、レッジス24時間耐久レースでのチーム三菱、スタリオン、ロールオーバーの大クラッシュを起こしながらも優勝し、一躍その名を轟かせた。1987年のエスコートエンデュランス。 シリーズ選手権で優勝を収めたチーム三菱のスタリオン ACR 国際選手権及び北米選手権編集日本選手権編集三菱オートギャラリー所蔵の1987年全日本ツーリングカー選手権参戦車両を正面から撮影三菱オートギャラリー所蔵の1987年全日本ツーリングカー選手権参戦車両を 側面から撮影三菱自動車工業による紹介ページスタリオン4 w d ラリースタリオン4 w d ラリー1983年10月東京モーターショーにてスタリオン4 w d ラリーが展示された当時グループ B 規定車両で競われていた WRC に翌年からの参戦とホモロゲーション用車両の市販を視野に入れたこのマシンは最高出力 360PS 最大トルク 32.0kgm を発生するサイチェシー 2091cc インタークーラーターボ付きシリウスダッシュ32エンジンを搭載しビスカスカップリング式 4WD を介して路面に伝える開発中のラリー競技専用車両だったスタリオン 4WD ラリーはフロントのオーバーハングが切り詰められ丸型ヘッドランプと大型フォグランプを装着 FRP 製のボンネットフードにはエアインテークが設けられていた。フロントリアともにオーバーフェンダーを装着。リアスポイラーに内蔵されたオイルクーラーなどが外観上の特徴だった。実際の開発マシンにはランサー EX2000 ターボに搭載されていたに、バルブの G63 バイトをベースに 2140cc まで排気量をアップし、さらなるチューニングが施された G63 バイトが、 搭載されていた。1983年2月に試作1号車の T1 が、4月に2号車の T2 が完成し精力的なテストが行われ、比較実験で仮想的とされた、当時の WRC 最強、マシンアウディクアトロを上回るコーナーリングスピードをマークするなどポテンシャルの一角を見せた。マシンの開発ドライバーは、後のグループ A ランサーで、 富茉記念の活躍を支えたラッセランピだった。スタリオン 4WD ラリーで培われた、ハイスピード 4WD マシンの技術は、後に登場する、ギャラン VR-4 や GTO、ダンサーエボリューションに生かされた。1984年市販車生産計画中止が、決定するも、その後も、各種ラリーのプロトタイプクラス出場と将来の、 後継者のための技術開発のため開発は続行され、同年8月のミルピステラリーのホモロゲーションなしでも参戦できるエクスペリメンタルクラスに出場し、クラス優勝を飾った。11月のラックラリーには特別枠のプロトタイプクラスに参戦し、完走した。1985年はマレーシアラリーのプロトタイプクラスに出場。1986年と1987年には、 香港、北京ラリーに、イエローの555カラーをまとった、スタリオン 4WD ラリーが参戦したが、いずれもマシントラブルでリタイアしている。創生3台数は5台、現存数は3台。前述の T1、T2 に加え、S1、S2 の4台と、市販車のために揃えられた、各種部品は廃棄されたと言われているが、岡崎工場に市販車仕様のレプリカが1台、展示されている。 市販車仕様は、ラリー会場などに展示されてあることもある。また、映画、SSS SS にも工場に置いてあるものとして登場し、このことから2008年度の東京オートサロンに展示されたことがある。この岡崎工場仕様とは別にオーナーにより、市販版のスタリオンを 4WD ラリーの外観にしているものも存在する。近年香港、北京ラリーで走った個体が現存していることが、 確認されている。スタリオンターボ GR-AGR-B 規定でのスタリオン 4WD 開発当時から、三菱、ランサー EX の後継機として、プライベーターの手で各地のラリーに参加していた GR-A スタリオンであるが、1986年に GR-B 規定が消滅して、以降、1987年より、三菱はスタリオン GR-A 仕様で、 三菱、ランサー EX 以来4年ぶりにワークス参戦を再開。1989年に三菱、ギャランが登場するまで各地のラリーを転戦した。スタリオン 4WD ラリー1984年、HKS 関西は米国のラリーやドラッグレースへ参戦する目的で G54 バイトをベースに2.3リットル DOHC とした。 HKS134ME の開発に成功。1985年にはこのエンジンを搭載した、スタリオンのダートトライアル車両、HKS スタリオン D404 を製造した、グループ B 世紀参戦を断念した、スタリオン 4WD ラリーは、製造数が非常に限られており、プライベーターが入手することは困難であったため、HKS は市場に存在する部品をもとに比較的、 安価に製造可能で、すでに市場に流通していた、欧州のグループ B 仕様の 4WD マシンに十分対抗可能なものとして、独自にスタリオン D404 を作り上げた。スタリオン D404 は、スタリオン 4WD ラリーと同様に、全部オーバーハングを約30センチメートル切り詰め、ボディパネルの多くは複合材料に変更され、窓ガラスはアクリルに交換された。 燃料タンクは30リットルに縮小された結果、車両総重量は9 2 0ラムとなった。これは、スタリオン 4WD ラリーの9 6 1キログラムを上回る軽量化である。ステアリングラックは、富士重工製。変速機には、三菱、パジェロのトランスファー付き間にあるトランスミッションが流用され、5軸に LSD を組み込んだ、パートタイム 4WD 仕様として製造され、 米国の D クラスダートトライアルに参戦した。社名の由来は、スターとアリオンを組み合わせた造語。一部で、タネボバの意味と誤解されているが、タネボバの英訳は、スタリオンである。1988年に、北米仕様に準じた 2600cc ワイドボディモデルが投入された際、当初グレードネームは1987年の 2000cc ワイドボディモデルに使用された。 GSR-VR ではなく、ギャラン GTO 以来の社名復活となる GTO が用いられる予定であり、A187A の形式認定の際には、実際に、スタリアン GTO のステッカーが重複された車体が用いられた。しかし販売店側からの反対により、GTO のグレードネームの使用を断念したという経緯があった。この GTO ステッカーが重複された車体のうち一部は、 そのまま市販されている。ありがとうございます。